それではそれを踏まえて全近規法を踏まえて今度はその多倍調整数の加算のその計算量という話に入っていきたいと思います。まあ、具体的にはその先週前回ですね前回やりましたその加算の計算量を評価しましょうという話です。テキストですと16ページから始まっていますのでまあその辺を参考にしてください。で、今回、その多倍調整数の加算の計算量を評価するにあたって、その計算量は、そのワードごとの四則演算をまあ単位とするということにします。ワードごとっていうことは、その、まあ、1ワードの数のまあ加減乗除をまあ計算1回と思うわけですね。そうすると、その、まあ、先週、その多倍調整数の加算のアルゴリズムでやりましたけれども、その、多倍調数のワード数が1個の数を表すワード数が大きくなればなるほど、まあ、時間がかかるということはなんか直感的に分かるのではないかと思います。それをもう少し具体的にその、まあ、N というサイズに応じた関数でまあ評価しようというのが今日のこの授業のまあ目標です。そこで一応計算量を評価する際にはこのアルゴリズムを見ながらですねこの計算量を実際にその先ほど説明しましたようにこのワードごとの四則演算がこのアルゴリズムで一体何回出てくるかということを数える作業になります。ですので前回説明しました多倍調整数の加算のアルゴリズムをこちらにもう一度出しましたのでこれを見ながら一緒に計算回数を数えていきましょう。で、基本的には計算量としてカウントするのはそのワード、1ワードの整数の四則演算ですので代入のような操作は基本的にはその計算量には数えないものとします。ということで、まず最初のステップ1を見てみますと、まあ、最初のステップ1は0をまあガンマ0という変数に代入しておりますけれども、まあ、代入は今回その計算量のカウントから除外するということにしておりますので、まあ、ここでは数えないということにします。で、実際の計算はステップ2ですね、2番目のステップから始まるわけですね。で、ここでまず、ステップ2でフォア分が出てきますので、ここでフォア分でこのステップ2が何回か繰り返されるということに気をつけましょう。でそのフォア分がですね何回繰り返されるかというのを数えますと変数 i が0から k-1 までこう1ずつ増加させるということを言ってますのでそうするとこの第2ステップっていうのは全部で k 回ループ、ループですね繰り返しループが発生するということを意味しています。まずこれを押さえておきます。以後繰り返しのことをよくループって書きますので注意しておいてください。でじゃあ、でですね、じゃあそれぞれの1回ごとのループの中でその どういう計算が行われているかっていうのは、ここですね、この部分なんですけれども、この αi と βi っていう各桁のワードの加算を行って、それに γi という桁上がりの加算を行って、それをこちらに代入するという操作を行ってたんですけれども、ここで本質的に数える計算というのは、この αi プラス βi プラス γi ですね。ここでは加算が2回発生しているということに注意します。そしてですので、まあ、この2行目のフォア分のループの各ループごとに加算が2回発生していてでそれがループ k 回分繰り返されるということをまずは頭に入れましょう。で最後3番目はこのリターン分ですけれどもこのリターン分については今回は計算量の測定から除外することにします。ということで今回のその多倍調整数の加算の計算量をまとめてみてみますとアルゴリズム全体で行われる計算ですね先ほど見ましたようにこれはステップ2にあるその加算2回をループ k 回繰り返すということでしたので全部でそのこのアルゴリズムの中で発生する四則演算っていうのは加算が2k 回発生することになります。で、そうしますとこのアルゴリズム全体の計算量としては
2K ということなんですけれども、これを大抵はそのラージ O を使ってその全近的に評価しますので、まあ、ラージ O の K というふうに評価することができます。もしくは、ラージシータですね、ラージシータで上と下から押さえても同じようにラージシータの K というふうに評価することができます。ここまでいいでしょうか。で、次がこの重要なことなんですけれども、じゃあこのオーダーの評価から一体何が言えるかっていうところが我々にとっては大事なところで、K というのは何だったかっていうと、この場合はその入力された整数の長さ、ワード数だったわけですね。そうすると、この計算量の評価からその多倍長整数のその加算の計算量というのはその入力される整数の長さ、ね、ワード数 K に比例するということが言えるというのが一番大事な結論です。まあいいでしょうか。こんなふうにですね、一応今回その、多倍長整数の加算の計算アルゴリズムを例にとってその計算量の評価を行いましたが、まあ、計算量のアルゴリズムの計算量の評価というのは今のようにそのアルゴリズムの各ステップを見て、そのステップの繰り返しなども見ながら、そのステップの中、アルゴリズムの各ステップで現れる、単位となる計算ですね。今はその1ワードの取得演算の回数を実際に数えるという操作、ことをやります。で、それを、今回はその入力サイズの、K に関して、全近的に評価するということをしまして、最終的に、その評価からですね、そのアルゴリズムの性質として、じゃあどういうことが言えるかと。この場合は、多倍長数の加算の計算量というのは整数の長さに比例するということをつかむというのが計算量評価の大まかな流れです。ここまでいいでしょうか。はい、それでは一応ですね、もう一つ付随する話題としてここでは符号付きの多倍長整数というのにも触れておきたいと思います。で先ほど、前回と今回の先ほどまでは、その符号なしの多倍長整数の表現と、その加算について、説明しました。で、符号付きになりますと、ちょっと、やや表現複雑になりますので、実際の演算まではここでは扱いませんけれども、その符号付き多倍長整数の表現だけここで扱っておきたいと思います。で、ここではですね、その基本的には単精度の符号付きの整数で行ったように2の歩数を用いた表現を使います。で、ワード数としては今Kワードを使うとして多倍長整数を表現するんですけれども、でさっき前回と今回今までやりましたその符号なしの場合と異なるのがその2の歩数を用いたっていう部分ですね。でそうしますと、この最上位のワードですね、この A の K-1 っていうのが一番上の桁を表すワードなんですけれども、この一番上の桁を表すワードの最上位ビットですね、この部分は符号を表すということにします。ですので、ちょっとこれ、一応式で書きますと、こういう形ですね、この A の K-1 っていうワードが実際にどういう数を表記するかっていうと、そのこの一番上の桁が1ですと、それがちょうどこの2のマイナス2の N-1 乗っていう、非常に小さい数を表すわけですね、負の数を表すわけです。でそれにその残りの31桁の整数を加えた形になるというわけです。で、それを使ってですね、その、一番上の桁を、2の歩数を使って表すと、実はこうなりますね、この A の K-1 というのは最上位桁ですね、最上位桁の値の範囲が、マイナス2の N-1 乗から2の N-1 乗マイナス1の範囲まで取ることができます。できますというのは、これは前々回ですね、その
完成度の整数の2の個数によるその符号付きの整数を表現したときにこれはやりましたので、ピンとこない人はちょっと復習してみてください。これを使うと、実はこの場合、その、V として、これどこからやったかな。テキストですと17ページの4行目にある式ですね。この多倍長数を V として表したんですが、そうするとこの多倍長数、符号付きの多倍長数の範囲というのがこちらにありますように、マイナス2の nk マイナス1乗から2の nk マイナス1乗マイナス1の範囲まで表されることになります。で、まあなりますと言いましたけれども、これちょっと後で皆さんに各自確かめてもらいますので、またその時に思い出してください。ここまでいいでしょうか。